今回は J2 で下位に沈みながらも2022年の天皇杯で見事初優勝を果たしたヴァンフォーレ甲府について紹介します。ヴァンフォーレは J リーグ参入直後は経営危機に陥り下位に低迷してきました。それでもそこから這い上がり、これまで8シーズンを J1 で戦いました。この動画ではヴァンフォーレの低迷期から躍進、そして2022年の天皇杯優勝までを詳しく紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。ヴァンフォーレ甲府の前身は1965年に各上クラブを拡大化した甲府サッカークラブです。1992年に JFL に参入すると1995年にクラブ名をヴァンフォーレ甲府に変更、1998年に J リーグ加盟が承認され、1999年からの J2 参入が決定しました。 J リーグ参入初年度となった1999年は開幕から10試合未勝利と出遅れると、そのまま巻き返すことができず、わずか5勝で圧倒的な最下位となってしまいます。さらにユニフォームスポンサーがゼロになるなど広告収入が激減、観客動員数も伸び悩み、3年連続の赤字となってしまいました。2000年は運営健全化を優先し、主力選手の大量放出や一部選手のアマチュア契約などで大幅に経費を削減して臨みますが、これによりチームは弱体化、前年以上に低迷し、リーグ19連敗、26試合未勝利など不名誉な記録を次々と打ち立て、2年連続のダントツ最下位となってしまいました。これにより観客動員数も1試合平均わずか1850人とさらに減少し、4年連続の赤字、1億2000万円近くの債務超過に陥っていることが発覚し、クラブの存続が危ぶまれることとなりました。それでもサポーターの尽力や J リーグからの支援もあり、平均観客動員数3000人以上、クラブサポーター数5000人以上、スポンサー収入5000万円以上という厳しいノルマをクリアすることを条件に、2001年もクラブの存続が決定しました。そして2001年には YBS グループ会社の取締役である海野和幸が送り込まれ、経営の健全化に成功。なんとかクラブに課せられた3つの条件をクリアし、2002年以降もクラブの存続が決定しました。この年はブラジルの SE パルメイラスと提携を結び、ブラジル人選手の無償提供を受けるなどしたものの、そのブラジル人選手の来日遅れなどもあり、リーグ戦の成績は3年連続最下位という厳しい結果になりました。経営を立て直し、クラブの存続が決まった2002年は清水エスパルスと提携。9月21日のセレッソ大阪戦では、ホームスタジアムの小瀬競技場で初めて満員の観客を動員するなど、観客動員数も大幅に増え、リーグの成績も12チーム中7位と健闘、初めて最下位を脱出しました。すると2003年以降は5位、7位と最下位から程遠い成績を残すようになります。そして迎えた2005年、この年獲得したバレーが21得点を挙げ、得点ランキング2位になったほか、長谷川太郎も17得点を挙げるなど、強力な攻撃陣で昇格争いに加わると、最終節で勝利し、ベガルタ仙台をかわし、3位で入れ替え戦に回りました。そして、入れ替え戦では、柏レイソルに対してホームで勝利すると、アウェイでは6得点を挙げる大爆発でレイソルを退け、悲願の J1 初昇格を決めました。経営危機を乗り越えてからわずか4年、ヴァンフォーレは J1 の舞台へ足を進めました。 J1 昇格初年度の2006年は15位ながら勝ち点42と中位までの差もあまりない成績を残し、 J1 残留を果たします。しかし2007年は開幕4連敗を喫するなど波に乗れないまま終盤戦を迎え、第33節で柏レイソル戦に敗戦、 J2 降格が決まってしまいました。3年ぶりに J2 での戦いとなった2008年は7位に終わりますが、攻撃陣の大量入れ替えを行った2009年はシーズン終盤まで湘南ベルマーレと昇格を争います。第48節終了時には昇格圏内の3位だったヴァンフォーレですが、第49節4位ベルマーレとの直接対決で後半終了間際に痛恨の勝ち越しゴールを許し敗れ、3位を譲ってしまいます。残り2節を連勝で終えたヴァンフォーレですが、最終節前半にリードを許していたベルマーレが逆転で勝利したことにより、勝ち点1差で惜しくも J1 昇格を逃しました。それでも翌2010年はこの年獲得したハーフナーマイク、パウリーニョが活躍。特にハーフナーマイクは20得点を挙げ、クラブ初の J2 得点王に輝くなど攻撃陣を牽引し、
チームもリーグトップタイの71得点を記録。見事2位に入り、4年ぶりの J1 昇格を決めました。しかし、4年ぶりに J1 での戦いとなった2011年は、前年の攻撃的なサッカーを J1 で続けることは難しいと考えたのか、監督を交代し、守備的な戦術でリーグを戦います。元日本代表の伊藤輝義や市川大輔といった経験豊富なベテランを補強し臨みましたが、守備的な戦術がはまらず、失点を重ねてしまいます。前年 J2 得点王のハーフナーマイクは、得点ランキング2位の17得点を挙げたものの、失点の多さが響き16位となり、1年での J2 降格となってしまいました。再び J2 での戦いとなった2012年ですが、城福博を監督に迎えたこのシーズンは、昨シーズン途中に加入したダビが大爆発し、得点を量産します。一時は調子を落としますが、シーズン途中にフェルナンジーニョが加入すると、再び勢いを取り戻し、第19節から最終節である第42節まで、24試合無敗という J2 記録を打ち立て、J2 初優勝、1年での J1 昇格を決めました。24試合無敗という J2 記録は未だに破られていません。また、この年はダビがヴァンフォーレの全得点の半分以上である32得点を挙げ、J2 得点王に輝きました。これまで2度の J1 挑戦では、いずれも J1 定着はならなかったヴァンフォーレですが、一時は降格圏に沈みながらも、15位で2013年を終えると、2014年も13位に入り、初めて2年連続で J1 残留を果たします。2015年は開幕から最下位を独走し、降格の危機に立たされますが、監督交代やシーズン途中の補強で何とか立て直すと、最終的には13位で3年連続残留を決めました。しかし、翌年の2016年は残留こそ果たしたものの、16位の名古屋グランパスと、わずか勝ち点1差の14位という成績でした。得失点差ではグランパスを下回っており、まさに薄氷の残留となりました。すると2016年は、守備は大幅に改善したものの、得点力不足に陥り、またしても残留争いに巻き込まれてしまいます。最終節まで清水エスパルスと残留を争いましたが、共に勝利したため、惜しくも降格圏内の16位から抜け出すことができず、6年ぶりの J2 降格が決まってしまいました。5年にわたり J1 で奮闘してきましたが、ついにここで力尽きてしまいました。J1 で健闘してきたヴァンフォーレだけに、早期の J1 復帰が期待されましたが、チーム数22を誇る J2 では苦戦を強いられました。2018年はリーグ戦序盤でつまずき、最終順位も9位と昇格プレーオフ圏内にも入ることができませんでした。2019年は昇格プレーオフ圏内の5位に入ったものの、昇格プレーオフで敗退し、2年連続で昇格を逃してしまいます。すると2020年、2021年は新型コロナウイルスの影響で昇格プレーオフがなく、自動昇格の2チームのみに昇格が限られてしまいます。2020年は良い、2021年は2位と勝ち点4差の3位に入ったものの、昇格プレーオフがなかったことにより、この2年も昇格は叶わず、4年連続で J1 昇格を逃す形となりました。昇格プレーオフも復活した2022年、今度こそ昇格を目指したいヴァンフォーレですが、4年ぶりに監督に就任した吉田達磨の戦術がはまらず、開幕から低迷してしまいます。中盤に一度盛り返したものの、後半戦は再び失速。昇格プレーオフ圏内から離れていくと、終盤には7連敗を喫してしまい、最終順位は18位と、経営危機脱却後では最悪の成績になってしまいました。一方、天皇杯では、3回戦で北海道コンサドーレ札幌、4回戦ではサガン鳥栖、準々決勝ではアビスパ福岡、準決勝では鹿島アントラーズを破るなど、次々と J1 チーム相手にジャイアントキリングを起こし、クラブ初となる天皇杯決勝まで駒を進めます。リーグ戦では7連敗中とどん底の中迎えたサンフレッチェ広島との決勝でしたが、この試合にかける選手たちの気持ちは強く、前半は見事な守備でサンフレッチェ攻撃陣を抑え込みます。すると前半26分、コーナーキックから繋いだボールを最後は三平和志が決め、ヴァンフォーレが先制点を挙げました。後半はサンフレッチェが攻勢を仕掛けるも、ヴァンフォーレ守備陣は辛抱強い守りでゴールを割らせません。しかし、終了間際の後半40分、サンフレッチェの河村拓海に角度のないところから豪快なシュートを決められ、あと一歩のところで延長に突入しました。延長も防戦一方の中、ヴァンフォーレは後半途中にチーム在籍20年目の山本英臣を投入します。山本は2003年にヴァンフォーレ加入後、
守備的なポジションを複数こなし、2009年からは10年にもわたってチームキャプテンを務めるなど、チームの中心的存在として長年活躍してきました。しかし、神様のいたずらか、延長後半10分、ペナルティーエリア内でその山本がハンドを取られ、PK を与えてしまいます。万事休すかと思われましたが、この PK を、ゴールキーパー川田晃平が右手一本でスーパーセーブ。見事失点を防ぎ、試合は PK 戦にもつれ込みました。そしてこの PK でもサンフレッチェ4人目の河村のキックを川田がストップ。最後は延長でハンドを犯したヴァンフォーレのレジェンド山本がゴールを左上に決め、ヴァンフォーレは見事天皇杯初優勝を果たしました。 J2 で低迷しながら掴んだ天皇杯初制覇。地元甲府では号外が配られるほどの盛り上がりを見せました。リーグ戦低迷の責任を取る形で監督の吉田は解任となりましたが、ACL 初挑戦も決まったヴァンフォーレの来年の戦いに目が離せません。いかがでしたか？ J リーグ参入直後からクラブ存続危機に揺れ、最下位を独走していたヴァンフォーレ。紆余曲折ありながら、低迷した2022年に悲願の天皇杯制覇を達成するという番狂わせを起こしました。J2 で連敗記録と連続無敗記録の両方を持つヴァンフォーレだけに、今後も圧倒驚かせるような記録を打ち立ててくれるかもしれません。まずは来年こそリーグで調子を取り戻し、 J1 の舞台でヴァンフォーレの試合が見られることを期待しましょう。